さあ今回もゴッドオブエポンズやっていきましょう。さあ今回はね、使ってみたかったウォーロックいきます。さあ魔法攻撃キャラで魔法武器のみ。ただ魔法って言っても全然近接もあったはずなんで、強そうで。で、時間経過によるダメージが50%増える。なんか火傷とかそういう感じのことなのかな？さあ氷、ファイヤー。だこういう多分時間経過こういうことだよね。非障害で3秒かけてダメージを与えるみたいな。ファイヤーバンドで悪魔の書。隣接する武器は一律ダメージを50%減少させる。隣接する武器はヒット時に呪いステータスを適用し、呪いステータスは2魔法攻撃力ごとに1秒あたり敵の精霊体力の1%を減少させる。敵を遅くする。なかなかの使いづらそうな。まあこれ1でいくとして。さあ来ましたね。2回目はこれ見るのは。さあ新たなキャラとか行くには、まあ条件をね、満たさないといけないんですけど、50移動速度とかクリティカルとかその辺だよね。そういったものを引けるように。これは無理だね。さあまずはじゃあ開けようか。あ、攻撃力あんじゃん。近接パワー。マジックパワーだね、今回なら。まあ、払い戻しできるから、入れちゃおうか。1。どんなもんなんだろう。回復入れといて、追加回復する。まあ、ベースないですからね。まあ、ダッシュのクールダウンね。追加の1次スロット。HP 上がるの？あれ2か。あ、開始時の武器強化もあるじゃん。もう、ないです。これ行きましょう。これ、スタート強いぞ。なんか、いけそうなやついないかな。クリティカルチャンス65。移動速度50。エリート3体は、まあ、今回は少なくとも無理で。はいはい。何かしらすごい強いパラメータを作らないと。まずは行こう。結構強いね、これね。でもこれだけだと不安だな。魔法近接をどう入れるかだね。これバランスよくいけそうな気はするな。魔法のみって言っても、ほら近接のやつ全然あるしね。炎ダメージ与える。これはシンプル長魔法。6マスあるから、まあ、何でも入るでしょうね。DPS10DPS15DPS19。 これかな。そうなるワンダやスタッフにつき確率が上がる。まあじゃあ上がるんでしょうね。で、剣シナジーはなかなか、もう同じものを入れるしかないな。魔法武器大体でかいんでね。ちょっと難しそう。さあ、今んとこバランスよくいけてんじゃないかな。ちょっと近接多めにしようか。まあ、次は遠距離かな。ちょっとなんか連射、もうちょっと効く武器欲しいね。これはルビースタッフ。そんなれる近接武器によるボーナス。で、4魔法攻撃力。ん？じゃあ魔法攻撃力1つにつき1%プラスダメージかな。置き方としてはここからし、こっちに4マス。行くとして、ロックするかな、じゃあ。難しいね。あ、ここも行けるようになるかな。あと1マス。これロックしていいね。あの、このアイスワンドも欲しいな。
ここ入らない、なんとか。一旦アイスバンド。これだとちょっと形がまた変わってくるけど、まあこんなもんでいいか。あれ多分近接っぽいからアイスバンド入れたまま使いたいな。他の場所を作るか。ここでいろんな属性でね、戦っていく。メインは魔法。クリアするにはライフステール欠かせないと思うので、あれで魔法ないと思うんだよな。ライフステールなしってことかな。さあしんどいっすね。アイスワンドここに入るから、もうどうあがいてもこの子は形が収まんないっすね。収まるんですと。まあ、空いてないから行こう。まあ、多分、近接で。あ、違う、遠距離だ。ビーム、ビーム。敵がやってくるやつじゃん、あの、瞳の中の暗殺者が。瞳の中の暗殺者ビームゲットしましたね。あー、敵のあの攻撃使えるんだな。じゃ、近接少ないね。新しい問題が。ライフスティール魔法武器があれば出てくるけど、何かと魔法の武器は出るんだよねこれ。ほとんどこっち見る武器変わりないからな。だいぶ固定的ですよね。どう、何をしようか全然イメージがわからないな。魔法の武器って言っても、これ形がなかなかトリッキーなやつもあるし。進めようかな。生命力は、まあこれはいいね。移動マイナス。で、狙えるパラメータあんのかな？クリティカルとか。ライフスティール？とてつもない高い数字って作るんだろう。もう武器のシナジーとアイテム両方がないと無理そうだよね。魔法のこいつに縁がはない、縁ないかな。まずは生き延びて何かいい方法を探さないと。あ、いい剣来たね。まずはじゃあそれ、ここどういう形を作ろうと。魔法によるシナジー的なのはできそうで、ね、まあ狙ってるその効果をひたすら追求してもいいけど。あ、いいね。変えますね。とりあえずまあティアップ、狙うならクリティカルかな。 5% 今5。魔法のシナジーは魔法攻撃しか上がらない。他のシナジーの追求は難しい。祝福の回復が取れるくらいか。なかなか何もないですね。遠距離はね、まあ、いろんなパターンでいけるんで、まあ、どれもいい感じとして、まあでも炎が抜けてる感があるかな。ビーム強いのかな。でもちょっと弾けてる強さがないですね。武器が全然増えてない。シンプルに。良くない形で進み続けてるな、箱が。またいいの来たね。ファイヤーワンド。これか。
ダメージ下げる。これいるんかな。ヒット時呪いしていた素呪いはマニー魔法攻撃力ごとに、今10あるから5ですよね。だ5秒の、ん？ごとに5秒。だ5秒か、今。5秒を体力の 1% 減少させる。いらないんじゃねこれ。打ったろうかな。あんまりまあ遅くするとかあるけど、最悪売るまであるね。攻撃力が下がってますからね。その効果がそんなに強いのか。あ、これ経験値。なんか弱めになった。お金の取得がちょっと減るくらいか。坂力が上がりましたね。こっちの方がいいと思うんだよね。ボスとかだといるのかな。まあまだ売ってないから控えめに使うことだってできると。でもフロア10までにこれ強くなるかな。不安だな。ちょ、武器入れよう。武器やっぱあれ売るか。枠を開けて武器を入れないと厳しいかもしれない。これなか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 いい焼き方してないんで、ずっとこうだな。よし、これ入れる場合またちょっと形が難しくて、まあこの剣に呪いね。生命力いらんかな。まあ抜いたとこで今すぐはどうにもできないけど、これがなければここと下に開ければできるか。ちょっと武器を増やさないと。狙ってみたいパラメータ一応クリティカルで確定しといた方が良さそうで。呪いなんかなくても倒せるしな。いらないか、やっぱり。まあ、切らないと今呪い出ないからね。なかなか発動は難しいとは思うんですけど。危ねえ、さあ回復。ここに、ここに出ないな。これ外した場合3マスか。何もいい形にならないですね。まっすぐ5マス。こうかな。何か動かせればいいんだけど、何も動かせない。で、あそこか。そこだとちょっとずれるんだよな。ただまっすぐ、わ、まっすぐに。まっすぐにで終了。こう、打っちゃおう。これそんな強い。まあ、魔法攻撃上がっていくと思うんで、それによって、秒が増えるよね。1秒あたり最大体力の 1% 減少する。ただ魔法攻撃力が20くらいあれば10秒間いくわけで、売ります。ここはね、売らないと。にしても武器の種類的に難しいけど、ちょっとこれ入れるか。ちょっと他なんかないか。これ6だよね。
これ入れる余地ないんだよな。どこも形が開かないね。これ行く場合、ここの下ずらせる。全然、はまりすぎてるね、今ね。はまりすぎてるがゆえに動かせない。こっちにするか。ちょっと違う武器にしよう。ワンダーで、ワンダーあるんだよな。DPS、DPS で考えよう。18、29、よし、行こう。剣は3本持ってます。この形をちょっとでも調整できるとまた違うね武器に変えれるんだけど、そのために武器の大移動がいる感じになってて、なかなかで、この魔法にライフスイール武器はないので、ライフスイールアイテムを拾ったりしないとできないか。後半きついな。いけるかな。回復はちょっと取っちゃったけど、ああいう感じで安定的に取っていくしかないね。さあ次が偉大なバトル。お、来たね。これカウトして、これまスバーって下に行ったら押し込めるんでいいんですけど、ここか。1個下げる。1個、両方1個下げたらできるんじゃないだろうか。外してこうしてこうはめるわけよ。よし、いいね。かなりいい感じよこれで。まあこれどっち行ってもあんま意味ないか。おお、ファイアメース。うーん、 DPS だけで考えるとこれ10かけさ。ああそうか、数が多いからね。剣は単純に強いんですね。これ DPS41 強い。アイスハンドも31あるんだね。あと良きアイテムに巡り合いたいくらいで進めよう。まあ倒せるでしょう。ここでエリートを倒せばキャラ解放に近づくわけで、こいつね。倒した。いやー、守っていこうかなって思ったけど、いいね。この魔法がかなり効いてるんじゃないかな。一応この剣も何かしらの属性を持ってるわけで、たまに。さあ、あと何をどう入れようかな。うーん、形がだいたいまっすぐ5とまっすぐ6とか、4と横1とか、4と横2とかなってて、まず大きなね、穴をぶち開けないといけない。あ、これ、あ、でも4の2だと上側に2だから、で向き的には難しいな。でも両方動かせば、ここに2つあれば置けるか。そうそう、ナイスナイス。ああ、ちょっとずれちゃった。いや、行ったら行ったね。ちょっと詰めておこう、詰めておこう。かなりこれ近いよ、形が。近いんです。あ、いいの来たね。これ売るか。経験値欲しい。まあ、まだここ入らないから。クリティカル率で50。めっちゃ大きいのが来れば、後半のスーパーレアアイテムでいけないかな。魔法攻撃のトレードオフはクリティカル率なんだね。じゃあダメな気がするんだけど。どうでしょうかと。あ、これハマるんじゃない？ハマるでしょ。あれ？ハマんな。あ、こっちか。オッケー。いった。あ、これいけますね。ちょっとロックしとっか。ちょっと狙い的には今の武器なので。枠を開けないといけないか。さあ、いいぞ、なんか。割という感じ。近接はなんか多いから、
すでに。遠距離で組めそうかなと。もう近づけないようにね、構築していく。まあ近づいても結構戦えるは戦えるから。いいね。掘り押せるよ。形としては、他の枠2マス分空けて移転できるようにしないと。これじゃダメだな。ライフステージ下がる。魔法攻撃欲しいですけどね。まあこれはまだ次に行きたいかな。思ってるね。よし。さあ、リスキルへ。敵をリスキルへ行こう。今んとこ回復はないな。ナイス、回復ゲット。で、あれ、動機今止まりましたね。やってくれたなと。お、回復に、回復にやるともう多いんだよね。超過しちゃう。これでアイテム移動ができる。できるため氷を売り払い入れる。よし、さあいい感じに集まってて、なかなかレア度も高いからそう簡単に入れれるものもない。お、いいね、クリティカル、ナイス。クリティカル今 15%、 全然足りない。もっともっと。お、 ET あんじゃん。売っちゃって。ワンドは大体横にあるからね。あ、ワンド、あれ、ワンド、ワンドやスタッフ、これワンドじゃないの。 合ってますよね。シナジーが出てますよと。経験値か。経験値でも欲しいよね。ロックするか。お、行こう。スモー、なんか伸びしろはもうなさそうな気がしてきたな。まあ遠距離直角2つずつ氷跡を入れればね、出てくる感じで。あと遠距離武器あったかなっていうところで、炎のワンド確かぶん殴るやつなんで、あと1つ取ってないやつが。あと超長い魔法の武器かな、6マスのやつ。あれくらいじゃないか、入れてないのは。6マスね、まっすぐ6マス。まっすぐ6マスは結構強気。おっと、痛いね。これ結構辛いぞ、まだ。回復ないか、回復ないね。あ、これこれこれ。魔法っぽいか、この感じ。マジックスタッフだもんな。ここ4個ぶち開けて消すしかないかな。あと何とも言えない。まあ開けといてアイテム移すみたいな。
こういうことですね。この開き方ならなんか他置けるでしょう。まあ、ここでもいいか。逆向きなんだよね、多分この向きだと。上に向くパターン多分なくて。わあ、多いの来たね。わあ、あ、でもこれか。これ売ればいいか。外す。いいの来てますよ。近接武器によるダメージボーナス。まあ、近接武器なかなか置けないからね。特になければこれかなって感じ。あ、出た。移動速度今回は今マイナス4。おしまいです。お、いいね、アイスワンド。強い版アイスワンド。いや、かなりいいの出てますね。運が今回0ですけども。0ってのはかなりいいということなんですかね。お、いいの来たよ、さらに。だから後半にお金使うのが一番理想なんでしょうね。さあ、質が上がった。回復方法さえあれば まあ、アイテムを取れって話ですけどね。ライフスティールはアイテムだけじゃしんどいところがあるから、なんか回復力みたいなところなら無理やり頑張ってあげられるね。たまにそこしかないんだよな。ちょっとずつ痛いぞ。もしないです。回復ある。回復源痛い。でも結構自輪、結構自輪。15だよ、まだ。まだ15程度よ。これ変えてみる。ニューウェポン。6使い。おお !7! トライデント。ディーペさんはわかんないから、とりあえず。信じてみるとして、これでも入れようかな。ダメージでしょ。別にダメージは下がってもいいんじゃないの。まあ、でも魔法ダメージとかじゃないから、全体だと思うんですけど。紫来たけど、もう持ってますね。いやー、これはまあこのままでしょう。ロックだけしよっか。武器は強いんだよな。数が少ないんだよね、多分。どれが当たる？あ、あのビームか。同じようなもんですね。赤いビームか紫のビームか。貫通してたり距離が長かったりするかな？まあ、6であれば。トライデントどうしよっかな。カバンにただ入れとけたらいいんですけどね。体力がじわじわ減っていく。痛い。やばい、結構減っていく。じわじわから結構、ちょっとアイテムで回復しようか。次ちょっと。買わないといけないけど。倒せてないわけじゃないですからね。これ7。他に6のエリアを作ればいいわけで。まずこうしといて、これ入るよね。どうしよっかな 悩むな、これ。これちょっと一体いらないですね。トライデント3、43、35。まあ、変わるは変わるか。まあ、また出るか。一旦変えてみよう。あ、またトライデントが出たわ。そんないらないかな。この回復力とか上げればね、良さそうで。
そんなにこれだけで変わるかっていうと絶対そうはいかないね。使用時に、ああ違う、こういうのじゃないな、欲しいのではないですね。てか回避率上げるのこれ使えばいけるか、大量に入れればね。うーん、これだね。 40% 回復、一旦これを外して買って、これ使うんだもんね、使用するで回復するけど敵ちょっと増えちゃいますよと。トライデンツ、起きてるトライデンだから攻撃新しく、あこれね、どんだけ当たってなかったの最初。これいいな、範囲系になるね、遠距離じゃないから戻そうかなって思ったけど、これは新しい形として必要だね。回復、ナイスナイスナイス、OK、取れたけど、よし、体力は満タン。ふう、さあどこをどうなったらいけるだろうかと。剣がいらないかな、これだと。まあ6あるからさっきの武器に変えることはできるね。あとの形が決まってなさすぎるな、これでも。ダブルトライデントの可能性残すか。あ、いいね、全然いいの来たわ。売ります。あとこれもレア度高いから問題なくて、あ、攻撃速度クリティカルいいですね。移動速度、まあまあ移動しなければ。回復力、ライフスティール、生命力下がる。ライフスティール欲しいな。あ、これは違うね、動かない、動かないもいいですけどね、ここまで来ると使えなくはないけど。2マス級アイテムね。あとはこれか。全然こことか開ければいけるので入れとこうかな。お、ファイヤーワンド来ましたね。2つ、生命力だ。これやるならこの2つセットでいきたいね。ライフスリーも一応、多分これで。確率がね、めっちゃ低いんで、なかなか起きると思えないですけど、数字は出るんじゃないかな。いよいよ、剣はね、少なくても、トライデントで頑張って。あれ、ライフスリーちょっと起きてます。もうちょっと確率上がるようにね。染めたいですけど、まあ、こんだけの手数なら 5% でも結構高いかもしれない。すごいな、全然違うね、戦い方が。よし、この形を作るにはもう一個左なんだよね。あ、ここもいいかもしれないな。今は入らないけど、行ったらいいじゃん。こう左一個で、あとは赤色の武器とかが出るのを祈ってるくらいだよね。これはもういらないもんね。赤1個あるけど、ちなみに。
枠が欲しいな。とにかく。とにかく枠が欲しい。クリティカルいいけど。ここにいらない、これ。いらないっしょ。こんな微妙な。ね。出任せの回復なんていらないです。あ、てか、ここさ、開ければできるんじゃないか？できましたね。となってくると、まあまあ次でいいか。体力上がり、一応全体的に改善の方向で進んでるはずで、ライフセル確率上がったので前回のように言ってまして、あとはクリティカル率上げてみたいなって感じですけど、 10%、20% 上がってくんないとしんどいな。足りないですね、5%ずつでは。さあ、武器の本数自体は前回に比べたら圧倒的に少ないですけど、クオリティです、クオリティ。まあ、近距離もトライデントのおかげでだいぶね、いけてまして、遠距離を寄せ物かな。もうちょっと欲しかった感あるけど、剣を捨てるしかないもんね。あとはここに、ああ、なんか、うーん、なんかいい感じにいけるかなって思ったけど、いけない。あ、いよ、いけるかな。この形って逆向きなんだよね、多分。そうだよね。もう一個いるか。回復力につき近接攻撃、魔法攻撃、あー、有効性は減ると回復力は11です。だ、5ですね。5か、低すぎるな。あ、このもう、ん、あ、これを外せばいい。あ、じゃあいけんじゃん。来ました、目からビームが増えたね。ここまでいけんじゃん。行こう行こう行こう。ライフスティールこれでだいぶ増えましたね。だ、この辺生命力とか欲しいですけど、まあまあまあ、ないですから、枠がね。で、魔法シナジーですけど、9までいってて8プラス魔法攻撃力。15上がってますね。かなり大きいところで。もうないのかな。どこまでなんだろう。上限がよくわかんないですね。ただあるお金を使って回してますけども、クリティカルでもないかな。まあ、こういうの取っとくくらいか。でかいクリティカルないね。さあ、もういいよ。遠距離もね、課題の遠距離も増えまして、ドライでともいい感じですね。で、ライフスティール武器そのものは出ないんですけども、まあ、ライフスティールに該当するアイテムで補えてよかったよって感じだね。途中やや絶望的でしたけど、回復力上げようという瞑想もね、一瞬ありましたが、まあ、そんなんじゃ耐えれるわけもなく、次で最後？あれ？どういう順番だ？で、割り切ってんな、完全に。まあ、これしかないかな。ラストクリティカルチャンスいきますか。お、いい剣出たね。いい剣を入れないと。おー、いいの出たね。これ入れないと。DPS が段違いですから。槍はもともといいのがあって、無駄に全部強いからね。あ、もうできない。よし、いけ。フロア20、あ、もうボスか。
いける？いけるはいけるか。まあ、いつも時間あるからそんな急がなくていいや。倒さないのもやってみたいけどね。53秒、もうちょい攻めた方がいいかな。よし、あいつ上だわこの1マスライフスリーアイテム3つがだいぶ助かりましたね。さあ魔法も結構いい感じで、まあでも魔法は別にバランスがいいですね。でかいだけで近接の長い魔法の剣もあるし、まあ、トライデントって明らかに優れたね近接の武器もあって使いやすいですね。さあまあこれじゃニューフェイスがいけないですけど、エディートは多分近いんじゃないかな。防具を60、まあまあ60でしょ。60% ライフスティール。60% ライフスティール、あの1個ずつのやつだと12個持たないといけないと。相当いかれた感じで。クリティカルも65だもんね。何かね、大きな方法があるんだろうね。新キャラは5000敵を制圧効果。ああ、呪いとか炎で殺すってことかな。同盟の武器を一緒に12個、あ、完全同じ武器だけ、はい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 、ソロも面白いか。こいつだけなんか全部いるね。ウェポンマスター、ユニーク武器につきダメージ攻撃速度が増える、攻撃速度は下がる、アイテム価格が上がる、インベントリの魔法武器一つにつき魔法攻撃力が上がる、インベントリの魔法 X 武器につき、あ、魔法の剣とかが強いのかな。へー、エルドリッチナイト面白いですね。一旦ナイトにして、お、いっぱいあるね。マジックスタッフあるんだ。プリズムブレード、これまたあれと違うのかな。でも同じような効果だね。あ、うん、開いたね。あれアイテム庫ですね。ちょっと行く、ちょっとまあその前にこれを見たい。最初のボス倒す。シャーマンが5000セータス。6以下の武器で勝利。むず。インベントリー30アイテム、アイテムね、アイテム。はいはいはい。エリート3体でウィザード。クリティカルチャンス65。35までいったよってことだよね。21までいったよってことでしょ。累積じゃないよね。累積ならいけてそうですけど、せいに。60防具一番むずいんだろうな。ここで武器庫に入って新しいアイテムを追加していくって感じで、まあ、ロック条件がありますけどね。じゃこういうせいに見れてるやつに関しては取ることができるよと。あーまあ生命力4も下がるの結構痛いな。これ持ってるやつね。いや、これ持ってるやつじゃないな。あ、ライフストーン持ってないんだそもそも。これ魔法エレクトリックワンドとか、あれクロスワンド使ってたことない。ああそうか、データが消えてんのかそういえば稲妻剣拳、これもないんですね。そうかそうか。武器を、あ、これクリティカル 5% だね。あ、移動速度全然いいんじゃない。これ取得するか。結構取得のコストが重いんでね、いっぱいはできないけど、クリティカル率が高いの欲しいの。お、攻撃速度 25% 上がる。めちゃくちゃすごくないこれ。ライフスティール下がるのか。
あ、クリティカル 12%。 あー、まあいい、いらない、いらない。こういうのだな。こういうのがないとダメだね。あ、経験値下がる。あー、これタイミングによってはいいですね。序盤はなかなかレベル上がらないってしんどいですけど。さあ、サンダースピア、レイピア、レイプスロー、1個だけならいけるか。これパラメータ上げられなくなっちゃうけど。大膨張。アイスクロスボウ。クロストルネード。槍。魔法槍とか面白そうだね。こんな感じ。アイテムをね、引くこともできるよと。さあ、前回交換、前回と今回でね、まあ2回連続でクリアしましたが、ちょっとまだ1の世界で、こう資源集めとかしたいかな。